ひまです。第11回目のひまラジ始まりました。とうとう今週の水曜日にですね、デジタル EP シェイクリリースされます。イエーイ、 イエーイ、わーい。ありがとうございます。ということで、ひまと一緒にひまわりの作詞をしてくださった作詞家の加藤かな子さんをお迎えします。私にとってカーチンさんは、私カーチンさんと呼ばせていただいてるんですけど、カーチンさんはまだ一度しか実はお会いしたことなかったんですけど、結構LINE とかでやり取りをしてて、結構カーチンさんのことを調べさせていただいた時に、どんな人なのだろうってすごい気になってて、いろいろ想像ができたんですけど、いざお会いしてみると本当にめちゃくちゃ話しやすい方で、スムーズに会話もできて、あ、これはめちゃくちゃいい作品ができるなってその時思いました。今日はですね、どういう風に作詞をしていったのかとか、私にとって初の、作詞だったのですごい不安もあったんですけど、本当にカーチンさんがいてくださったおかげで、なんて言うんですかね、不安な気持ちが一気になくなったというか、自分の思ったまま、歌詞制作進めていくことができたので、本当にカーチンさんに感謝しています。今日はどういう風に進めていったのかとか、どういう思いがあるのかとか、詳しく話していこうかなと思います。ひまラジ、作詞家の加藤かな子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、拍手だ。嬉しい。たくさんいる。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速、カーチンさんのプロフィールをご紹介させてください、はい、5月8日生まれ、北海道中川郡幕別町出身、地元大学在学中に組んだバンドカナビスで2000年ワーナーミュージックからメジャーデビュー。2001年 MTV ジャパン開局当時の第1期 VJ として活動。2003年にカナビス解散後、トリマトリシカ結成。現在は作詞提供、ボーカル、コーラスなどで活動されています。7月27日水曜日リリースの私ひまのデジタル EP シェイクからひまわりを一緒に作詞していただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかプロフィールとか読まれるのは多分ほぼ初めてだから、なんかすごい新鮮で面白かったです。いや、途中で噛まないか、すごい上手ですよ。上手、本当にすごいね。いつも一人で喋ってるんだね。そうですね、喋るのは基本好きなんですけど、起承転結がうまくできなくて、自分の中で。あ、そう。それでちょっとひまラジ始めて、もっと自分の話すのうまくなりたいなっていうので始めたんですけど、いや十分うまいと思いました。いや、もう素晴らしい。こうして初対面というか対面でゲストに出ていただいたのが初めてなので。あ、そうなんだ、はい、私でよかったんですか。いや、カーチンさんがよかったです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、ね、はい、私も初の作詞っていうことで、ね、本当に初めめちゃくちゃ不安だったんですけど、初めてカーチンさんにお会いした時に、はい、もうさっきもちょっとオープニングでお話ししたんですけど、はい、めちゃめちゃ話しやすい方で、 ありがとう。本当に、あ、これは絶対めっちゃいい作品ができるなってその時思ったので、私のひまちゃんの第一印象も、はい、別に言われたからこう返すわけじゃないんだけど、はい、めちゃくちゃいい子だなって本当に思いました。あ、本当ですか。あとちょっとびっくりした、礼儀がすごい正しい子だ。いやいや、なんかお辞儀とか直角なのに、なんかよろしくお願いしますシャーみたいな、こんな深々とお辞儀する若者がいるんだ今と、今の若者は素晴らしいと思って。いや、本当に全然そんなことないですけど、ひまちゃんが特別なんだと思うんだけど、本当ですか。すごい言葉遣いとかもなんかこうしっかりしてたし、いや、そう、多分尊敬してるので、いやいやいや、それでだと思うんですけど、いや、なんかいい子だなと思います。ちょっとほっとしました。なんかどんな子がいるのかいつもやっぱこうね、はい、共作詞もなんかいつも何個かやらせてもらったりとかする、はい、いつも最初の時とかはすごく私も緊張するので、ドキドキしながら来たんだけど、あ、もうこの子だったらなんか、あ、素直にこういろいろ意見交換してやれそうだなと思って。いやー、よかったです。ありがとうございます。ね、でも
なんかその印象通りというか結構サクサク。そうですね、私はできた印象だったけど。私もです。あの、ね、はい、うんうん、あのカーチンさんとは LINE で、はい、LINE 上で、そうだね、はい、ずっと進めていたんですけど、そうそうそう、うんうん、まず私初めてってことで、うん、作詞の仕方も本当に全くわからない状態だったんですけど、うんうん、初めてお会いした時に、うん、カーチンさんがこれまで作詞された、うん、やり方というか、はい、を見せてくださって、あ、そうそうそう、うん、はい、あのプリントにそう手書きのね、ちょっと私のやり方、はい、なんかそう今回共作いつもまあそれぞれの人とやり方があるんだけど、はい、本当に初めてっておっしゃってたから、あ、じゃあまあ私のやり方をまず見てもらって、うん、でそれをやってみて あんまりハマらなかったら違う感じのやり方でトライしようかなと思ってて、うん、っていう感じで最初ご提案させてもらったんだけどね、はい、なんかその私のやり方っていうのが大体こういう A4 のね、こういう白い紙に、はい、あのコピー用紙とかに、まあ、その時のテーマみたいなものをとにかくこう曲を聴きながら思いつく、はまる言葉が別に曲にはまらなくてもいいから全部、うん、何でも色でも空気感でも思った感情でもいいからとにかく書き出すっていうことから始めるっていうね、はい、ことを提案させていただいて、最初それをねひまちゃんと何度か LINE でやり取りさせてもらって、ね、はい、もうその日の帰り道で、うん、バスだったんですけど、うんうんうん、乗ってる時に、うん、見た景色とかで感じたこととかもすぐ書くようにして、うん、素晴らしい、この素直さまだまだ伸びるよ、この子いや本当にでも思ったのが、はい、それやりましょうって言ってからすぐひまちゃんの方から書きましたって来たじゃないですか、はい、それが自分私思ってる以上に2、3ページぐらい多分バーって来たような、そう、ね、感じだったから、はい、あ、こんなにたくさん出せるんだと思って、いやなんか本当初めて作詞やる人って多分それすらも出せない人とかもいるから、あ、そうなんですか、うん、あ、だからひまちゃん多分書ける人だなってすごい思いました、そう、それ見てもう、あ、嬉しい、いけるって私はその時結構確信して、はい、ほっとして私もで、やり取りもスムーズに割とね、はい、そうです ね、はい、そうできたなって、いや、よかったです、なんかこれで合ってるのかなっていうなんか状態だったので、合ってるも不正解も作詞とかはないけども、はい、そのなんか素直にって言ったことを本当に素直にそのまま返してくれたから、もう思ったままを書いて、よかったです、ありがとうございます、いやよかった、なるべくそこで書いてくれたそういうことを直接は載せられなくても、うん、なんていうんだろう、そのなんか特に今回のその ひまわりの曲はこう、はい、ちょっとその地元に帰るとか ね、ちょっと地方から都会に出てきて頑張ってる女の子が主役みたいな感じのやつだったから、で、ね、はい、で私も地方出身の北海道出身だし、はい、ひまちゃんも広島出身って、お互い結構そういうのはちょっと分かる感覚っていうか、はい、なんかあったから、なんかその辺をそのひまちゃんの最初のネタの中から結構こう、あ、ここ使えそうだなっていうのを私も抜粋させてもらって、でそれをこうかき集めて、で私の案もプラスしたりして、最初こう第一稿みたいの作ったりしてね、うん、そうですね、そうで、カーチーさんがデモを送ってくださって、あ、そうそう、私が一応仮歌入れてね、そうです、もうそれで、あ、めちゃめちゃいいって、もうそこで、ほぼできたなって、そういや今回ちょっとだいぶサクッといったな、なんか本当に一瞬でというか、二、ね、人でよし、めちゃくちゃ、ね、はい、考えてはいたんですけど、うん、割と思ってたよりもう何百倍も早くサクサクできたので本当にありがとうございます。いえいえいえ、ですけど、ね、ところがでしたよね、ところがだったんですよよし、あと2、3日後レコーディングだぞみたいな、ね、そう、本当に感じの時に、はい、担当のお名前出していいのかしら、ね、はい、プロデューサーのしげさん、そう、田中さんから、これちょっとテーマがつってちょっとすごく悪く、すごくいいんですけど、他の曲と若干被ってるとこがありましたえーみたいな話になって、もうしかも結構被っちゃってたんですよね、しかもテーマかいみたいな、どうしようどうしようみたいになどうしようなっちゃいました ね、私的にずっとひまわりっていうのは譲れないところだったので、うん、いやちょっともうひまわり、私もひまわりが変わっちゃうのは、はい、本当にそこだけは変えたくなく、無理、この数日では思ったし、そうです、ね、曲のハマりも絶対良かったし、はい、ここ譲りたくなかったよね、そうですね、やっぱ自分の名前でもあるし、そうなんだよね、そうなんですよ、そうそうそう、自分の好きなお花でもあるし、いや、そこ私も譲りたくなくて、本当にひまわりっていう
曲は作りたいってずっと思ってたし、もうこの曲でしょっていう自分の中で確信があったので、ね、そこを変えるのはめちゃくちゃ焦ったよね。焦りました。夜中に2人でどうせやばい、かぶっちゃいましたねでとにかくもうこことりあえず直せるとこだけ直しました、うん、了解ですみたいな感じで。そうです、ね、でもそっからのひまちゃんの私リカバリー力がすごいなと思って、うん、本当ですか。結構私実はテンパっちゃってたんですよ。どうしようって思ってたら結構ひまちゃんがそこで大事な割とサビの部分の変えなきゃいけないポイントをもう何個も候補をドンドンドンってすぐ送ってきてくれたからこの子すごいと思って本当ですか。ひまちゃんもう書けるやんと思って本当ですか。でも結構そこばだいぶ採用させてもらったし、はい、うん、サビ頭とかそのひまちゃんが多分作った時のそうそう作ってくれたやつとかね。そうですね、本当に使ってるし、やっぱでもカーチンさんからいろいろヒントをいただいてたからこそ自分の中でできたなと思うので、ね、だからなんかその2日ぐらいでキュッとこうなんとかまとめることができて、 で、ね、でも結果、はい、そのテーマの変更っていうかちょっとしたここ変更があったからこそ、うんうん、最終的にいい詩になったよね。めちゃくちゃ良くなったと思います。最初も良かったけど最初とそれを比べるとやっぱこっちの方がいいなって、うん、そうです ね、 ね、全然、うん、全く違う感じで、そうだからやっぱりそういう田中さんのように第三者でこう言ってくれる人、うん、ね、大事だなって思って、やっぱもう私はこうなっててもう歌詞ってなどうしようってなってたので、ね、なのでしげさんがもう第三者としていてくださって、うん、だから出来上がったっていうのもあるし、あと私めちゃくちゃ特に気に入ってる場所があって、あの2番の初めの、あこれ歌詞言っちゃっていいんですかね、あの肩並べて歩くレンガ道っていう、はいはいはい、ここは、はい、歌詞が大好きで、ありがとうございます。それも私の地元呉市、広島の呉市はレンガ通りっていうのがあって、であの初めにあのひまちゃんの地元はどんな感じなのっていうカーチンさんから聞いていただいて、そこからあのいやこういう感じで私は友達とこういう遊びをしててっていう話をちょっとさせていただいて、そこでいつもレンガ通り の、うん、あの場所で待ち合わせしてたっていう、うん、お話をさせていただいたんですけど、そのレンガ通りがレンガ道になって、カーチンさんから帰ってきたのがめちゃくちゃかっこよくて、レンガ道っていう表現いいなってその時思って、本当に、はい、そっかそっか、ありがとう。そうそう、きっと私だったらレンガ通りってそのままつけちゃってたと思うので。なるほどね、はい、そうね、なんで、でもそうだよね、なんでレンガ道にしたのかなあ自分じゃあんまりはっきりあれだけど、レンガ通りでも多分良かったんだけどね。うん、でもこっちのレンガ道の方が、そうそう、曲の楽曲的にも合ってると思う、うん、レンガ通りだとその本当に呉市のその場所っていうことが指定できてそれもいいけど、レンガ道っていう風にしとくといろんなレンガ道がきっとあるから。そうですね、なんかそこで、あ、その聞いてくださるその人それぞれのレンガ道が浮かぶ可能性もあるなと思って、きっとレンガ道にしたんだと思うんですけど、でもそうそう、あの今回その故郷にあのちょっとこう帰るみたいな、その地方から出てきた女の子がちょっと夏休みとかに故郷にこう帰って仲間と会える時 の、ね、うん、あの感情とかのをテーマにしたお歌だったから、なんかどうしてもひまちゃん の、 その広島の原風景みたいなものはどこかに匂わせたくて、そう、それでそういう質問を最初 LINE でさせてもらってね、はいはい、そしたらいっぱいそこでも返してくれたから、そのレンガ通りとか、あと海の感じ、 A メロ 1B かな、 1B ね、きらめく海が見えるとか、そうですね、ちょっと海の感じも絶対入れたいなとかやっぱ思ってて、その呉の感じ、見慣れてたアーケードって多分そのレンガ通りがちょっとアーケードなのかな、ともあるのかなとか、ちょっとネットで調べたらそういう感じだったから、そういうのも入れさせて、そうですね、もうレコーディングするときに、本当に地元の景色が浮かぶし、その浮かんでるときに、そのそれこそレンガ通りに自分がいて、周りに誰がいたかとかまで想像ができたので、レコーディングの時も本当に自分の思いのままというか、その本当に自分が今まで地元で過ごしてきた日常をそのまま歌に乗せて歌うことができたなって思ってるので、本当に素敵な歌詞ありがとうございます。いやいや、よかった、はい、楽しかったね。でも本当楽しかったです、ね、なんかもう本当に不安な気持ちだったのが
カーチンさんと LINE でやり取りしていくうちに全く不安な気持ちなくなってて、あよかった、もうなんか絶対いいのできるじゃんって自分の中でもそういう思いがあったし、一番嬉しいですそれが。もう今じゃん書けますよ。いや本当ですか、うん、本当に思いました。あ私は、うん、カーチンさんに言っていただけるのは結構自信がつくというか、いやこれからもバンバン書いてください。多分今日家帰ったら何十曲か書き出します、うん、おっとちょっと何十曲か言い過ぎじゃないですか。褒められてすぐ伸びるというか褒められて伸びるタイプなんでちょっとそういうね、そういうタイプなんね、はい、あでもいいと思います、いい方向にね、いい方向にそうですね、はい、上がっていただければ、はい、そうですね、ありがとうございました、はい、本当に結構お気に入りの場所もいっぱいあるし、なんといってもメロディーがめちゃくちゃおしゃれというか、うん、なので、はいはい、もう喋りすぎて OK っていうことです。話が止まらないっていう、ね、そうですね、話し出すと止まらない、はい、久々にお会いできたので、ね、本当嬉しい気持ちもあって、はい、そろそろお時間になってしまったって喋り足りないよね。そう本当に喋り足りないですね。いざ喋るとね、なんかこう、うん、あと会うのがその初めて会った時ぐらいだから、 LINE ではね、はい、やり取りしたけど、はい、そうですね、で会うと話したくなっちゃう、話したくなっちゃうし、あの収録の直前にも、うん、もうなんかこれめちゃく今話しちゃわない方がいいかっていう、そうそう番組でそれ話そっかっていっぱい話しちゃった、うん、そうですね、はい、はいはい、なのでじゃあ今日はこんな感じで、はい、きっと皆さんにもひまわりの良さを、知っていただけたんじゃないのかなと思います、うん、ぜひ聞いていただきたいです、はい、ありがとうございます。カーチンさん今日は本当にありがとうございました、はい、うん、本当にお忙しいところもありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです、ね、またねありがとうございます。ありがとうございました。ここで私の大好きな楽曲をご紹介させてください。今回紹介する楽曲は過去に YouTube の方でカバーさせていただいた楽曲です。大滝詠一さんの恋するカレン、大滝詠一さんは昭和45年1970年にロックバンドハッピーエンドのメンバーとしてデビューされました。日本語ロックの先駆けとして多大なる影響を残されたそうです。その後1972年にソロデビューされ、80年代に入ると A Long Vacation というメガヒットアルバムを発表し、松田聖子さんに提供された風立ちぬや森進一さんに提供された冬のリビエラなども大ヒットされました。そして今回ご紹介させていただく恋するカレンは1981年6月21日に発売された大滝詠一さんの通算8作目のシングル。この楽曲は君は天然色と同じく一発撮りですが、アコースティックギターやパーカッション、ピアノなどが何層にもダビングされているそうです。私は小さい頃からお家で昭和歌謡や演歌がずっと流れているのが当たり前の生活だったんですけど、山下達郎さんや鈴木雅之さん、アンリさん、そして大竹英一さんの楽曲もよく流れていたので、歌詞の内容はその当時はまだはっきりとは理解できていなかったんですけど、その小さい頃からずっと聴いてきた楽曲のうちの一曲でもあります。過去に YouTube でカバーさせていただいた時に一番気をつけていたことは、曲の歌詞の寂しさをどう表現するかでした、リズムが結構ある楽曲なので、だからこそ歌詞の内容をどう伝えるかが難しくて、すっごい悲しそうに歌っても曲の雰囲気を壊してしまうし、楽しそうに歌うのも楽曲の雰囲気とは全然違うので、そこのバランスがめちゃくちゃ難しくて、で大竹詠一さんのゆったりとした歌い方を真似するのも結構難しかったんですけど、でも内容を理解していくうちに自然と気持ちが歌に乗っかってって、どうやって歌おうかなって考えることもなくて、それを考えなくても自分の気持ちのまま歌うことができました、この楽曲の特に好きな部分は、頬は彼の肩の上っていう部分があって、そこの部分がかなり好きなんですけど、一つの映画のラストシーンのような盛り上がりがあって、恋の終わりを表現しているように感じたんですけど、
グッと気持ちが込み上げてくる瞬間が、あ、めちゃくちゃいいなって思って、本当にお気に入りの部分です。今の季節にもぴったりな楽曲だと思います。ぜひこの配信の概要欄に URL を載せていますので、そちらからチェックして聴いていただけると嬉しいです。今回のヒマラジいかがだったでしょうか。エンディングとなりました。番組の感想はコメント欄にお願いします。今回はなんと大好きなカーチンさんに、ゲストとして出演していただきました。いや、もう超楽しくて、ずっと笑っていたんですけど、こうしてね、ちゃんと対面でしっかりお話しするっていうのは割ともしかしたら今日が初めてだったので、ちょっとどんな感じになるのかなって思ってたんですけど、まあめちゃくちゃ話が弾んで本当に、カーチンさん改めて大好きだなって思いました。カーチンさんは今回私と一緒にひまわりを作詞してくださったんですけど、他にもたくさんの楽曲を作詞されてるので、ぜひ皆さん、検索してチェックして聞いてみてください。他にもね、インスタグラムなど SNS もやられていますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。そして Twitter と Instagram で質問を募集しています。 Twitter はハッシュタグひらがなでひまらじ、 Instagram はストーリーで募集しています。 Twitter と Instagram ぜひフォローしていただけると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしております。来週も月曜朝7時に配信されます。お楽しみに。今日もお聞きいただきありがとうございました。それでは最後に、7月27日水曜日リリースの私ひまのデジタル EP シェイクからひまわりを少しだけ聞いてください。ひまでひまわり。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。月曜日素敵な一日をお過ごしください。それではまたねー。